今夜も。はい、始まりました。チェース。この番組は西麻布の実在するお店にクリエイターたちが集まり、新しいものを生み出していく。今週はですね、インスタントカメラと、インスタントカメラ、はい、と中国、中国、これがテーマだ。インスタントカメラと中国、今夜はどんなクリエイターがやってくるのか。こんにちは。こんにちは。置いてきますね。これはチェキだ。チェキですね。ヨネちゃんで。早い。チェキじゃねえ、ヨネちゃんだよ。ヨネちゃん、よろしくお願いします。フォトグラファー、米原康政。世界で唯一インスタントカメラをメイン機材とし、雑誌、CD ジャケットなど幅広く活躍。また編集者として雑誌エッグやスマートガールズの創刊に携わり、 AKB48 の立ち上げにも参加。さらには中国版 Twitter、Weibo のフォロワー数が236万人を超えるなど、中国でも大人気のクリエイター。まずは米原にインスタントカメラを説明してもらおう。映るんですってあるじゃないですか、はい、あれはインスタントカメラじゃないんですよ、はい、あれはフィルムカメラかな。それがインスタントカメラだと思ってました。あ、ポラロイドカメラがインスタントカメラ。そう、インスタントカメラってビューって出てきて、はい、撮ってその場で撮れるんですよ、なるほどなるほど。これがじゃこれがインスタントカメラって言うんですね。で、これが、富士フィルムが作ってる90と、はい、そしてこれは50、一番よく使ってるやつです。で、これがライカの最近出た、ライカから出てるんですか。へー。基本的にはこれで全てを撮るっていう、チェキで、チェキで作品作りもいろいろやったりとかして、全て、デザインもおしゃれだね、うん、ね、おしゃれ。今だってチェキってすっごい売れてるんですよ。そうそうそう、なんかね、またブームが一周して戻ってきたんですね。戻ってなんか映るんですね、当時より全然売れてるんですよね今ね。ではなぜインスタントカメラにこだわって撮影するのだろうか。僕はもともと編集者なんですけど、ちょっとカメラマンの人たちが、昔はまだほらスタジオにお金使えたから、はい、照明とかをすごい時間かけて作るじゃない、はい、で1時間とか2時間とかこう照明を作ってる時に、もうモデルとかメイクで終わっちゃってて、ポケットしてるのもったいないなと思ったりとかで、チェキがみんな女子高生の間でこう人気だったりすると、はい、僕自体がそのバシッっていう写真を撮れるほど、そんな機能あまりカメラに興味ないので、はい、カメラには興味ないんですよ、うん、僕自体は。ほうほうほう。でチェキだとみんなそのこういう乗り時にチェキ持ってきても、はいはい、おチェキですかみたいになるじゃない、はいはい、ところが俺がこういきなり一眼レフ出して、確かに、はいって言うとみんなかしこまりますね。確かに確かに。だからそこの違いはすごく大きくて、確かに。で僕はそっちのそのチェキ、あチェキですかイエーイみたいな、はい、それ自然ですよね、うん、それをページにしていきたかったりとか、それをこう企画にしていきたいっていうところから始めたりする。でも確かになんか構え方が全然変わるかも。全然変わる。なんかチェキの方がなんかみんなで楽しくワイワイ撮ろうみたいな、全然別に構えずに撮れますよ、うんうん、逆にその緩い表情とか、うんうん、失敗した表情とかも他人が見ると良かったりする時もあるので、だからそっちの方で人が見るっていうところを前提に撮る、はい、なんかいろいろ作品があるみたいで見てみてもいいですか、はいはい、ということで米原の作品を見せてもらおう。すごい、見てこれで全身つなげた。全身、そうそう、 これすごいね、こうこうこうってことですか。そうそう、すごい。なんかあのデジタルで撮って後から割ることはあったりするんですけど、うんうんうん、ね、だってチェキだからね。そう、でも実際にこういう風に撮ることはあんまりないので、すごい斬新。あ、でもこれもね、あ、これもすごい、だってつながってるんだもん、うん。そう、これはね、あのチェキってやっぱりそのよりは強いんですけど、うんうん、引くとかなりその要するに詳細が取れなくなるっていう、はい、ところがあるので、かわいい、こんな感じで。だから多分普通にカメラをこう向けるよりも、そのままっていうか、できるだけやっぱり僕と会った時にいつものような君を見せてほしいみたいな。
なるほど。そこはだから逆に言うとその雰囲気作りとか、僕はできればもう本当にこうあの女子高生の修学旅行の夜みんながわーって写真撮るみたいな、そんな感じで写真撮れるといいなっていうのが。編集者としてエッグやスマートガールズなど90年代後半の東京カルチャーシーンを象徴する雑誌を創刊してきた米原。ここで久保田が当時の思い出を語る。僕が20歳過ぎぐらいの頃とかも、うん、もうみんなこぞって周りにいたギャルたちはヨネちゃんを探せみたいになってましたからね。渋谷原宿で見かけたら撮ってもらおうみたいな。20年ぐらい前っていうと結構久保田君も渋谷には、はい、96年97年そんな感じするもんね。もうえしないしない何してたんですかね。いやいやだって渋谷で、いや同じ高校に通ってたわけですよ。僕でも渋谷では遊んでなかった。あれハーレムができたぐらい。そうですね、そうですね、まさにすごいいい時代でしたよ、ね、いい時代ね。20年前の渋谷って本当にね、センター街にいろんな人たちが立ち始めた頃で、うん、やっぱ春日部から東京の高校に通ってて、はい、でなおかつその学校帰りに渋谷に遊びに行くっていうのが割とこう自分の中ではステータスになってた部分があって、怖いの分かってるんだけど、やっぱ小さいね田舎町でそういうちょっとやんちゃなことしたから、まあ別にそんなねやられても別に逆にこっちがやっつけちゃえばいいやぐらいに思って、発言が怖い、出てきた、出てきた。いや本当にね、そういう感じですよね。だからその時はあれこんなやつが出てきたとか、こんな女がこうなんか突然こんな格好しだしたとか、それこそもう分かりやすく言っちゃったら、渋谷の街中歩いてて下見てたらスニーカー何流行ってるか分かるぐらいの感じで、もうそのスニーカーだったり洋服の文化だったりとかも、で今とやっぱ圧倒的に違うなと思うのは SNS がないから。なるほどね。見なきゃいけないのは雑誌と、雑誌と街のみみたいな。あとポケベルね。あそうね、俺はポケベル世代だからね。公衆電話に常に女子高生が並んでブワーって打ってるっていうのがもう毎日のあれでね、うん、みんな文章返したからね。あそうだ、なんか聞いたことあります。おはようは0840とか。でもそしたらもう限られてるじゃないですか。あもうだから限られた言葉しか送れない。なるほど、あとは想像力。0096だったら大倉だなっていう。分かんないな、分かんなそう。でもさ、よくあんな、ね、ないのにさ待ち合わせしたりとかさ。そうなんですよ、できてたよね。だから待つことってそんな苦じゃなかったっすよね、うん、電車遅れてもだって電車の中にいたら誰も連絡取れないし、ね、女の子とか俺6時間ぐらい待ってたことある。お前待ちすぎ。よく待ってますね。それはもう帰った方がいいです。いや事故かなとかいろいろ遅れてくるかもしれない。昔ね、そう思いたいんだろうね。ない頃プリクラ撮るのに1時間とか並んでたんだよ。あ並んでたな。みんな撮りたいから、うん、そうそう。でもね、プリクラももともとはアトラスってとこが作ったんだけど、あのサラリーマン用に、はい、要するにあそこにこう証明写真用に作ったのよ、それを女子高生が自分たちのものにした。知らなかった。最初だから別にだからそういうギャルとか女の子たちが撮る写真の場所ではなく、うん、証明写真を撮る場所だったんだけど、そうこれおもろいやんってなって、うん、女の子たちが落書きとかしてそれを人に渡したりとかっていうのから本格的にプリクラっていう機械が出来上がったんだ。懐かしい。だからやっぱそう考えたらカルチャーを作ってたってことだよね。懐かしい。そうそう、ね、そうよ。で109の隣でそのエッグのストリートスナップやってて、うん、やってましたね。もうそこにね、いやもう女子高生のその時の可愛い子たちがもう大集合してたよね。マルキューナの外のこう三角地帯あるじゃないですか、うん、あそこがピーク時の江ノ島の浜辺みたいな状態。じゃあもうそんないっぱい人がいたんだ。すごい、すごい、もう全部真っ黒。全員黒い。あ、そっかそっか、みんなギャルだからね。ギャルだから黒い。黒い。やっぱり今の渋谷とあの当時の渋谷ってもうまるで別の街ですよね。だから本当にそのお金を使って遊ぶんじゃなくて、みんながなんか発明してそれで目立つっていうのがあの当時あったよね。だから喧嘩強いやつは喧嘩強いやつで目立ってるし、はい、おしゃれなやつはおしゃれで目立ってるし、はい、なんとかみんながこう今行くとみんなが一緒に見えるのよ。確かに。そう。わかります。だからその当時はその目立つっていうんじゃないのかな、なんていうか自分を発揮させるみたいなところが表現するみたいなことが、はい、そこはすごい自由に、うん、なんかできたところじゃないかなと思ったりするんだけどね。その後モデルの藤井里奈やマリエに代表されるハーフモデルブームを巻き起こした米原。そして2005年
あの国民的アイドルグループの立ち上げにも携わることに。ビジュアルディレクターとして初期の立ち上げから2年間会いたかったまで僕全部。この後 AKB48 立ち上げ秘話を語るザ・ファクトリー東京。今夜のゲストはフォトグラファー米原康政。今をときめく国民的アイドルグループの立ち上げにも参加されたということは僕もともとソウルアートっていう秋元康さんの事務所にも所属したことがあり、はいはい、で僕ねちょうどその頃ハーフモデルをやってて、ほんでちょっとねそのハーフモデルになりたいとか、はい、途中企画が変になってきて、はい、俺そういうのはすぐパチッと振る人間なんで、はい、ハーフでもないのにハーフモデルになれるわけねえだろうと思っちゃうタイプだから、はいはいはい、ね、なりたいとかなれるわけねえじゃんね、はい、そうですねと思うんです根本的にね、はい、根本的にちょっと困るじゃん、はい、そういうこと考えられると、はい、だからこれはどうもおかしいから、はい、この正反対のなんか文化がないとそのカウンターカルチャー的なものがないとって考えてる時に、はい、ちょうど秋元さんが電話かかってきてこういう企画あるけどやるって言われて、あ、やりますって僕ビジュアルディレクターとして初期の立ち上げから2年間会いたかったまで僕全部ビジュアル私服まで全部やってるんです。あ、そこまでやってたんですね。全部だから最初の頃のビジュアルは全部僕やってて、僕の基本は そこのファンが知ってればいいっていう気持ちがあるので、だから AKB とかやるんだったら本当に AKB を好き なんかそういう感覚の人たちが見てくれればよかったりするし、なんかそこで後で点がこう線になるといいなって、今そこをこうつなげられるような活動をしている最中で、フォトグラファー編集者ビジュアルディレクターとしてさまざまなジャパニーズカルチャーを世の中に発信する米原、今やその活躍の場は日本だけにとどまらない。ここからはもう一つのキーワード、中国について聞いていこう。中国の SNS ウェイボーでなんと236万人、うん、その陰には、うん、あの人気女優の存在があったなと。何ですか？いや、あのね、僕はもともと、その香港とか台湾の俳優さんたちと交友が90年代からあって、割と中国でその前やってることがこう中国本土の方にもこう広がってて、でランボルギーニのこう上海支社を今度作るから、それの、プレゼントプレゼンテッドバイヨネちゃんでそのパーティーをやらせてくださいって言われて、でその時にゲストを一人ぜひ女の女子のゲストを連れてきてくださいって言われたから、どんな子がいいって言われてパッと見せられたのが青い空ちゃんなんですよ。で青い空ちゃんの写真見せられたけど、この子が誰だか分かんなくて、で僕ほらちょうどねそのいろんなスマートガールとか、はいはい、そのセクシー女優さんたちのことも知ってたから、うん、あ全然大丈夫ですよっつって連れてったのよ、はい、でもうドカーンみたいなで来て、で1年後にそのソラちゃんに、ヨネちゃん こういうの知ってるって見せられたのがウェボーだったの、はあ、でその時にもソラちゃんが200万人ぐらいフォロワーがいて、へこれ全然面白いじゃんっつってやりだしたのがきっかけで、だからすごい青いソラちゃんが僕に逆に教えてくれた。現在青い空のフォロワー数はなんと1700万人以上、中国で絶大な人気を誇っている。では米原が見た中国とは。だから中国もなんていうかな、そのウェボが出始めてからやっぱりすごく情報がこうピューってこうみんなに回るようになったから、すごくもうやっぱり日本よりも多分すごく情報がいっぱいあるし、そのウェボと今 WeChat っていう LINE みたいなのがあって、うん、ありますね WeChat、はい、だからもうその WeChat があれば今全部お金も全部払えるのよ、はい、公共事業からもう全て公共料金から全部、はいはい、そんな風に使われてるんですか。要するに今お財布持たなくても全然生活できるから、はい、今携帯と充電器を持って生活するっていうのが今中国人の若い子たちのライフスタイル。でも WeChat って面白いですよね。中国の方ってみんな電話で話すよりもあのボイスメッセージのやり取りですもんね、ずっと。そう、ひたすら喋って送って相手から帰ってきたら相手もメッセージボイスメッセージだからそれ聞いてっていう。こうじゃなくてこうやって使ってる人は大体中国人、うん、そうですよね。大体こうやって使ってますよね。あのここで確かに。でもよく見るかも、うん、見る見るよね、こうやって、うん、中国人の方こういうふうに持ってる。中国のみならず世界中でイベントや個展を開く米原、これからの国際社会に向けて日本人として重要なこととは。日本だけなのよ、あなた何食べますかってほらあの聞
かれた時に聞くじゃん、外人とか女の子に何食べるって言ったら、はいはいはい、お任せとか言われるの、うん、何でもいいって言いますね。何でもいい、あれ海外では絶対ないから、なんで自分に聞いてんのに返すのよっていう、そこが外国からすると全くわけのわかんないところで、そこをやっぱり日本人をもっとちゃんと自分はこれを考えてますっていうところを言えるような状況にならないと、うん、確かに、うん、ここで川北からあるお願いが。今回やっぱりヨネちゃんに来ていただいてるので、はい、ぜひ皆さん、うん、の写真を撮っていただきたいなと思うんですけど、撮ったり撮られたりしたいみたいな。どれ使いたい？あ、すごい。あの一番簡単なのは、ね、これが一番簡単なのよ。で、あ、これでちょっとおしゃれなやり方しましょうか。まずはインスタントカメラで撮影するポイントは、席ってここでこうやって見てると、こうこの大きさと思うじゃない、写真が、はいはいはい、じゃないのよ。この写真で見た時の一歩前が、え、近っ、びっくりした、あれじゃん、近っ、びっくりした、近くない近くない、これね、このこっちょうどいいよ。へえ、あと左右のバランスもちょっと気持ちいい、あ、右に動かすとど真ん中に来る。先生、はい、よくパタパタやるじゃないですか。あれダメなんですか、あれやっちゃダメ、あれね、ここにね薬品が入ってるんですよ、はい、だからパタパタすると薬品をこうピュピュピュって出すことになるから、あっためたり、あ、じゃあもう静かに置いといて、置いといて、それから温める。ではインスタントカメラの撮影に挑戦。いました。なんか後ろに何かいた。そういう扱われ方。そうです。楽しい、これすぐ見れるの楽しいな。確かに。せーの、なんで俺はお前の肩に手を置いて、あ、いい感じ、いいこの3人ショットいい感じじゃない、うん、いい、なんか楽しそう。全員入ります、これで入る、あ、すごいすごいすごい、はい、イエーイ、せーの、入りますか、多分入ったかな、あ、よかった、すごい、へー、楽しい、でも楽しいね、これね。ここでさらなるインスタントカメラのテクニックを教えてもらおう。じゃあ3人でいく、はい、せーの、でこれで、え、確かにこのハートじゃない、これいいかもしれない、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、これ何も知らない人みたいな、ただのおかしい人だよね。人撮った後にさ、これうわ、ほら模様出てる、本当だ、すげー、何このカメラ、すごい、だから黒を抜くから、あ、だから白いものだけが残るんですね、へ、すごい、なんかいろいろ、なんかうまいのも下手なのもあって、なんか味があって可愛い、しかもやっぱ色いいな、ね、確かに、表情がさ、これちょっと真面目に撮ってみたら、真面目にじゃあ向こうで恥ずかしいからね、どうぞ、バカにしないでよ、やばいね、恥ずかしい、もう見ないで、すごいね、これ全然初めて見た、この顔見ないで。すごい、でも楽しかった、楽しいね、この人、これ楽しい、すごい楽しかった、久しぶりになんか盛り上がったね、うん、盛り上がる、やっぱり、いろいろとね、ちょっと形もいろいろあるし、なんか撮り方もいっぱいこう自分で考えられるしね、はい、これ別にこう一つ写真でっていうよりも、もっとこうゲームみたいに、はい、じゃあここ3人いるんだったらこう3人一緒に撮るんじゃなくて、一つずつ撮ってそれを後で組み合わせるとか、あ、そうですよね、うん、さっきみたいに、そうそう、はい、いろんなアイデア出てくるね、あ、そっか、すごい、大切なことっていうのはオリジナルであること、その自分がその考えの初めての人間であることっていうことがすごく大切なことじゃないかなというふうに思ってます。